皆さんこんこにちは非常識な経営コンンサルタント高橋坂子です本日のテーマは売れていた商品が売れなくなった時に考えたい3つのことということについてお伝えしていきたいと思います。 えー、売れていた商品というのはあの人によってないしはまあ教室の先生によってです、ね、何というのは変わってくるんですけれどもサービスである場合もありますしあと物販の場合には物販という品物そのものという時とかもあるんですけれども、まあ、それが売れなくなる時ってくるんですよ時間の差はあるにしてもですよ。で、その時に、まあ、何か当然対策を打たなくてはいけないので。 その対策をどういうふうに打つ方向で考えるべきなのかっていうことをですね、まあ、あの、お伝えしていきたいなというふうに思っております。はい。では、本題に入りたいと思います。えっ、ー、と、まず、売れていた商品が売れなくなった時にまあ考えたい3つのことっていうことなんですが、えー、結論から先に言います、えー、1つ目がトレンド、2つ目が対象者、3つ目が価値。 っていうこの3つは考え直したい見直したい点になりますのでこちらを少しもうちょっと細かくあの解説をしていきたいと思います、えっと。まず1つ目のトレンドなんですけれども、えっと、ご存知な方はご存知かもしれないしあの初めて聞く方もいらっしゃるかもしれないんですけれども商品とサービスというのは えっと、必ず、プロダクトライフサイクルといって、その商品が、こう、最初ね、ちょっと出た時、導入期です。で、成長期、まあ、成長カーブですね。で、成熟期、衰退期って。これが、幅が長かろうが、短かろうが、ギュンと上がって、ギュンと落ちるっていうものがね、あったりするんですけど、必ず、このサイクルを通常、たどります。ずーっと売れっぱなしっていうのはないですよね、芸能人でも。 すごくヒット商品でもないと思うんですよ。で、しかも昨今の、えー、っとトレンドを見ると長いロングランの商品が少ないんですよね。昭和の時代とかってめちゃくちゃ長くずーっと売れ続けます。30年とかいう商品もあったんですけど、今は新商品の開発のサイクルも早いし、まあ、 要は早いっていうことは棚から下げられちゃうわけですよね。古い商品とかで。もちろん長く生き続ける商品とかもあるんですけれども、まあ通常は売れなかったら下げられますよね。これは特にあの私本を書いているのですごくそれ感じるんですけれども、あの棚に飾ってもらえる機会があのすごく昔より短くなってる感じがします。で、それだけまあ本も出てるっていうのと、 超メガヒットの本がないっていうことと、めちゃめちゃ売れてる作家さんとか、まあ、一曲集中っていうわけじゃないんですけどね。まあ、本屋さんって結局場所を取るわけなので、売れない商品を置いてたら死活問題なわけですよ。だから、棚なにこう並べたいって言ったら、やっぱ売れる商品並べたいわけじゃないですか。で、そのサイクルが最近短くなって早くなってきてるっていうのは、本だけじゃなくてあらゆるものがですね、ネット、 商品とか、あと、教室とか、あのそういったサービスとかも全部全部含めて短い傾向にあります。だから、その、上がったらどこかで下がるっていうのを理解して設計していく必要があるんですよね。で、売れていた商品が売れなくなった時に考えたいことっていうことで、えっ、ー、と、まだ成長期で まだ伸びるはずなのに、ライバルは売れてるのに、自分だけが売れてないっていう場合には、自分の打ち手が何か悪いんですよ。おそらく。ライバルと比べて露出度が足りないとかですね。商品の特徴とか特性が自分が対象にしている人、まあ、2番でお話しますけど、対象にしている人と合ってないとかですね。市場全体がまだ伸びてるのに自分だけがうまくいってない時には、えー、商品設計の 状態が良くないということになります。はい。で、市場全体もなんだか若干落ちているし、自分も自然現象してってなんだか落ちてるなって、まあ、これは需要と供給の関係になるので、あのー、まだ、 ない商品、市場にその商品がないのに、めちゃくちゃ有益で、誰が見ても役に立つよねっていう商品を開発できている人に関しては、そこに欲しい人が群がるから高くなるし、売れるのは当たり前になります。でみんながそれを真似し始めて、浸透してくると、まあ、成長期の頃ですね。まあ、そうすると、まあ、自分のとこに来てた人が来なくなりますから、 えー、そこでも残れればまだ残ってると思います。で、成熟期がもうピークです。もう成熟期来たら、あと落ちていくだけなので、衰退期に向かって。で、この山場を理解していて、えー、っと、成長期に向かって、成熟期に向かってる成長期にやっぱり次の商品投下して伸ばしとかないといけないんですよ。もうそれの繰り返しでやるから、 もうなんとなく右肩上がりみたいな状態を作ることができるので必ず衰退する時期が来るっていうことですね。でトレンドであればもしかしたらその商品にしがみつかないで違う商品をリリース、投下した方がいい場合があるんですよ。で、これがその売れてないのになんだか一生懸命手を変え品を変え工夫はある程度必要なんですけどそのトレンドがもう加工に向かっている時にいくら 手を買い品を買いやってもまあ世間の波っていうかですね後押しがない状態で頑張るから、えー、投入した労働とか自分の一生懸命頑張った努力ほど簡単に報われなくなるのがトレンドが下がっている時ですね。 だからここは見極めないといけないんです。さらに手を入れて売っていくのか、ある程度もそれを落ちていくものとして新商品をリリースするのかっていうことですね。私はトレンドでピークに向かうような時期が来たら、えー、手はもちろん入れてみるんですけど、あ市場全体が下がり気味だよねと思ったら新商品投下します、やっぱり。 うん、育てるのにも時間かかりますしまだその商品が何とか売れてる時に新商品を投下する分にはリスク少ないんですよ。だけどこれが落ち目になった時に皆さん大体新商品投下するんですけどずれちゃってるんですよね。だってお金が必要になって投下することになるから体力がないのに頑張って売ろうとするので余計売れなくなるみたいな悪循環になっちゃうので ピークの状態を見逃さないっていうのがとても大事になってくるんですよね。はい。だから、一つ目はトレンドです。ここをどうなんでしょう今どこにいるんでしょうっていうのはやっぱり分析して結構見ていく必要があるところがね、売れてた商品が売れなくなっていくっていう時には見た方がいい、一つ目です。 で、二つ目、対象者ですね。まあ、いわゆるマーケティングの用語ではペルソナと呼ばれたり、そのペルソナの塊的な属性をターゲットって呼んだりするんですけど、対象者ですね。誰に何を売るのかっていう、対象者を変えただけで、その商品の価値が変わるっていうケースも結構あります。 あのー、私、本で感情価格術っていう本を書いてるんですけれども、その中で、あの、要は住む業界っていうか、勝負する業界を書いただけでいきなり単価が高くなった商品の話とか載せてたりするんですけど、あのー、シャワーのヘッドのとこですね、あの、お湯がピャーと出るね、シャワーヘッド。あれが単なる壊れた時の、 まあ住宅設備品みたいなコーナーに置かれると単価別にそんなに高くないんですよ消耗品だから壊れたから買えるっていう,うんシャワーとしての機能はあるよっていうだけのものの備品としての扱いだった時には、まあ、せいぜい数千円レベルだったんですよ。 だけれども、じゃあそれを浴びることによってお肌がツルツルになったりとか、あとはそのミストみたいなものが出たりとか、地肌にね、そのシャワーの刺激によってこう頭皮が元気になるとか、いろんなエステとか美容的な要因を加えたシャワーヘッドに交換できるっていう、まあシャワーヘッドが出たんですよね、その後。で、その時にやっぱりそこを訴求した形でやると、 今まで壊れたから買うっていうすごく消極的な買い方だったしてた人が壊れてないのに買うっていう新しいあの需要を作り出したんですよね。これって結構大事で既に売れているのに新しい需要を作り出すんですよ。そしたらどの状態だって売れるじゃないですか。それが。で、それを対象者を、まあ、いわゆる女性で そういうお風呂とかをエステ的な感覚で考えるようなあの美意識高い系の人に販売しようっていう戦略でやったので多分万とか2万とか3万とかだから例えば2、三0 0 0円だったとしますよね消耗品が、まあ、軽く10倍とかになるっていうことですよねだから売り上げも当然それだけ上がっていきますけれどもね だから、あの、対象者を変えてみると、同じ商品と見せ方っていうのもね、変わったりすると、それだけで価値がすごくついたりするケースがあるので、えー、売ってた商品の人物像を変えてみるとか、その変えたことによって、誰にどういうふうにお役に立てるのかっていうのを、まあ、伝えていくという、そういうことがね、できると、すごく、 あの、商品が復活するケースとかもあります。まあ、それをやっても無理だねっていう時はあるんですけども、案外売る相手とか売る業界とかを変えただけでうまくいっちゃうっていうケースもあるので、あの、落ちてるけどもう一回も山を折り返せるかもっていうヒントにはなるのは対象者を変えるっていうところですね。こちらが2番目。で3番目が、えー、と価値。 を変えるっていうことですね。さっきのシャワーヘッドの話も近いんですけれども今までの、えー、と訴え方伝え方だとこういう価値でしかなかったものを違う言い方とか訴え方をすることによって価値が変わるっていうそういう見せ方をするっていうことで売れ,売れてた商品が売れなくなった時にもう一度息を吹き込むっていう意味では価値のつけ方を考えてみるっていうのは 結構大事です。まあ、対象者がだいたいセットになってきますけどね、価値の付け方を変えるっていう場合には。だから、あのー、ご自身の商品が売れなくなった時に要因は多分分析される方、まあ例えば私のようなコンサルとかについてる方とかだとコンサルタントに相談したりはするんでしょうけれども、まあ、コンサルの助言としてはやっぱりトレンド見たり、えー、対象者変えたりとか、 あと、見え方の価値変えるとかですね。あの、要は、現状で売れてない状態になっちゃったっていうことは、まあ、前売れてたけど、今は売れなくなってるっていう、その世相の変化は感じ取る必要があります。で、うんと、世相の変化っていうものを感じ取れてない人は、だらだらと売り続けて、売れなくなる、売れなくなる、自利品になって初めて新しい商品作るので、あの、 必死さがにじみ出ちゃうんですよね。集客とか内容に。そうすると、引かれちゃうんですよ。帰って、お客様からね。だから、新しい商品投下するのは余裕があるときにやった方がいいです。だって、余裕があってまだ落ちてないけど、それが上がってきてくれれば2倍とか3倍になるじゃないですか。だから、商品の軸を作るときって、1本だけで作るっていうのは私はお勧めしなくて、うん、最低3本。 できれば5本くらいであの若干こうトレンドとかあとお客様の層とか内容がちょっとずつずれて変わるような商品を持ってる方がいいですはいあの例えば私の入り口のアプローチっていろいろあって普通にまっとなあの 形だと、コンサルタントになるので、まあ、経営の話、集客の話っていうのをザ・サノゴリゴリでもちろんお話をしていくんですが、一方で本を書いたり、デザインをしたり、まあ、音楽をやったりっていう側面があるから、うの右脳派の人っているわけですよね。でもうの派の人って絶対サノー身につけないとダメなんですよ。で、サノの人もこれからうのを使っていく、 形でビジネス展開しないとガッチガチでうまくいきにくかったりするので今後の世界観は行ったり来たりできるような柔軟性が結構ポイントになるよねって思ってるんですで私は意識的にそれを両方行ったり来たりで使っているので例えばスピリチュアル系の人とお話しするときにはスピリチュアル系のアプローチからお話をしていきますまあ内面とか潜在意識の方からねで それで経営にどういうふうにやるかっていう話もするし、逆に経営がちがちで、えー、っと、考え方が凝り固まってる人は、いや、こういう考え方もありますよねっていう、ちょっと変化球、ボヨンって投げたりとかですね、して、あの、思考を柔らかくするっていうことをしたりすることもあります。だから、あの、それはだ、例えば、私がコンサルタントとしての、 自分の価値をどういうふうに捉えてるかっていう、だから商品いろいろ作れるしできるんですけれども、左脳系商品と右脳系商品があるんですよ。でそれぞれに2個3個ずつ持ってるから、まあ、5とかうん6とかぐらい商品展開はあるんですね。でもちろん主軸なものは、もちろんコンサル業って普通の状態のもあるんですけれども、周辺のものがあるので、そこを手を入れながら状態を見て、 メイン業務が倒れてない時に、えー、こう、新しい商品を投下して、あ、これ今言ってたなとか、あ、売れそうだなって、売れそうだなっていう目が見えたら、それを育てるんですよ。弱きで育てておく。で、そのメイン業務がどうも今のトレンドに合わないなって言ったら、一旦そこを手入れをやめて、まあ、例えば木で言うと伐採とかしちゃうのか、 とりあえず死なない程度に水をあげつつ、こちらのよく伸びる若き目を大木にしていくみたいなね、やり方をするとか、まあ、いろいろやるんですよ。だから、その時に大体邪魔する思考って何なのかって言ったら、こんなに一生懸命作ったのにとか、こんなに売れててまだ売れるよねとか、あのまあ、自分の頑張った努力への執着ですね、これがある人って で、なかなか新しいことできないんですよ。だって楽したいじゃないですか。新しいこと始めるって楽じゃないんですよ。やったことがないことなんか特に。で、それをやるより、この古い商品を手を買い品を買いどうにか努力はしてもいいです。努力はしてもいいんだけれども、本当にそれがダメな時ってあるんですよ。だけれども、それにしがみつく方も結構多くて、しかも頑固。 いや、厳しいですよっていう話をしてても、でも、だって、昔はとかね、言うんですけど、その執着が結局、集客のできなさの現実を呼び込んでるっていうことを、そういう方は特に気づかないといけなくて、あの、売れてた商品が売れなくなった時にね、考えたいというか、持ちたい、マインドの持ちようは、あの、素直さです。 対策としてはトレンドやら対象者やら価値とかね、そういう対策は出るんだけれども、自分の現状を認める素直さ、これが結構一番大事なんじゃないのかなっていうふうに思ってます。はい。ではまとめに入りたいと思います。売れていた商品が売れなくなった時に考えたい3つのこと。1つ目、トレンド。2つ目、対象者。3つ目、価値。でこの3つは基本、 あのー、考慮するんですけれどもそれよりも大事なのが現状の自分は売れてないということを自分で自覚してそこからどういう方法でもいいから這い上がるんだと思う素直な気持ちこれが案外大事なんじゃないのかなっていうふうに思っていますはい以上になりますそれでは